はい、にわっちどうも、にわとりにわ。さて今回はね、クッキングシミュレーターっていうゲームで作った料理を現実でね、再現していきたいと思うには、それにあたってね、頑張って材料を集めたにわよ。それでは見てもらいましょう。材料はこちら。はい、まあまずはね、これがないと始まらないということで、こちら、じゃじゃん、ニジマスにはね、パカリ。こちらね、アマゾンで注文して買いました。冷凍にはね、あのね、ニジマスでもね、普通のちょっと大きい、まあ、鮭に近いんやないかなと思うんやけど、そういうのはね、近くのスーパーでも売ってたんやけど、こういうなんか川魚みたいな大きさの小さなね、マスくんはね、まだちょっと売ってなくて、まあ、やっぱり再現ということで、まあ、ちゃんとやった方がいいかなということでね、アマゾンでね、注文したんにはけども、まあ、にはね、最初ね、これね、これ1尾で、まあ、レシピ的には 200g のマスって書いてあるんやけど、これで 200g あるんやろうなと思ってたにはね。でも、スパイスがね、胡椒、タイム、ディル、ホールラディッシュを各 5g ずつって書いてあるにはね。そんな、オーバーキルやん、この1匹に対してね。そんなつけたら、とんでもね、辛い料理、味が濃い料理になるんじゃないかなと思ってたんやけども、測ってみたらね、だいたいこれ1尾で70から80グラムだったので、200グラムの、まあ、マスということで、3匹ね、使用して作りたいと思います。まあ、結局その時点でもう再現から若干違うものになってるんやけどね。まあ、ゲームで見たらさ、だいたい大きさこれぐらいだったのに、ね、3匹分の大きさのマスやったんやね。あれ結構でかいにはね。ああ。まあ、ということで、まあ、マスはこちらを使用します。事前にね、1日前に冷蔵庫に入れて、自然解凍させておきました。で、まあ、お次、スパイスにはね、さっきも言ったけど、こちら、タイムっていうやつにはね、これはね、スーパーでね、見つけたんやけど、もう一つのね、ディルっていうやつが、まあ、置いてなくて、しょうがないから、アマゾンでね、注文しまして、来たのがこちらです。じゃじゃん。はい。ね、わかる？これ。これも、タイム、ね、には、間違えたんにはよね。どっちがないかちゃんと確認せずに、まあ、タイムやろうと思って買ったらね、スーパーに置いてあった方を注文してしまったという、まあ、ワンポカがありまして。で、その後ね、しょうがないから、注文しました。これが、タイムにはね、うん。ディルウィード、あ、タイムじゃねえ、ディルにはね、ディルウィードって書いてあるには。で、500円か600円くらいで結構な量が来ましたね。うん。この一瓶が、まあ、大体200円くらいやったから、ね、これが6グラムぐらい、あ、7グラム、これが入ってるにはね。で、こっちはね、50グラム入ってるにはね。ということは、まあ、7倍ぐらい、うん、49やから、7倍ぐらい。7倍ということはね、これを7個買ったら1400円とかになるけど、これ500円で済んでるから、ね、こっちの方がだいぶ安いんだよね。まあ、スパイスとかね、欲しい人は普通に Amazon でね、あったから、まあ、頼んでみるといいかもしれない。今ね、なんか2000円以上購入すれば送料無料だったし、うんうん、これからもちょっとちょくちょく、まあ、使うことになるかなと思ったんやけども、この再現料理の動画ね、本当になんか、こういうスパイスとかがね、いちいち買うの高くて、もう全然採算に合わないというか、毎回赤字なんやけども、他の動画も。もうやめようかなと思っちゃうぐらい。ねえ、マスだってさ、あんなにいらないにはよね、1匹とか2匹でいいのに、14尾入って2000円ちょいぐらいみたいな。そんな感じにはもうね、しばらくマス食べなきゃいけないし、というかもう食べたし、なんなら、塩焼きは美味しかったです。あの塩焼きをこのね、クッキングシミュレーターのレシピは超えていけるのでしょうか。その辺もちょっと注目。ということで、まあ、スパイス、ディルとタイム、で、まあ、胡椒はね、家にあるのはね、胡椒と、で、一番の問題がね、ホールラディッシュの乾燥っていうやつにはね、ホールラディッシュっていうのは、まあ、言ってしまえば西洋わさびにはよね、それの乾燥って何やと思って、置いてなかったにはよね、そんなのね。でも、ホールラディッシュって大体、なんか安いわさび製品は、大体ね、ホールラディッシュ使ってるにはよね。ということで、とんちを聞かせてこちら、はい、粉わさび買ってきました。ね、これね、西洋わさび原料やから、でね、まあ粉やし、乾燥してるので、まあこれでいけるんじゃないかなと、ホールラディッシュの乾燥ね、買ってみました。でもなんかこれ、よくわかんないんやけど、これ焼いた後に、これかけるらしいにはよね。ゲームだとね、これすっかり忘れてて、にはこれかけてないんやけど、
はあ。そもそもこれの使い方ってなんか水で溶いてわさびにして食べるみたいな感じらしくて、水で溶かないとあんまり味がないみたいなことを書いてあったような気もするけど、どうなんやろうね。これ振る意味ある？焼いた魚に。まあ再現なのでやりますけどね。で、あとはパセリを飾りに 6g。 完全に 6g 以上やけど、しょうがない、このサイズじゃないと売ってなかったから。で、さらに飾りとしてこちらレモン1個にはね、これね、ゲームでも思ったけど、マス1尾に対してこのレモンくし切りにして4等分にするんやけど、その4等分全部盛るんにはよね、いらんやろって思いましたね。これ全部使ったら酸っぱいし、レモンだけかじれというのかっていう感じなんやけども、まあ再現なのでやります、ちゃんとね。はい、それでは早速やっていきましょう。レッツアニワッチング、コッコ。はい、それではね、まずまあ最初にね、このスパイスとかを計量しておきましょう。その計量のついでにね、どんな匂いなのかもちょっと気になるので匂ってみましょう。まずね、こちらのタイムからいってみたいと思います。オープン、パカ、クンクン。なんか庭的には鉛筆を削った後のあの削りカスの匂いみたいな、そんなイメージです。タイムくんね。はい、なんかこれなんか数字増えるんやけど、ぶっ壊れてんのかしら、ね、ちょっとゼロ表示にしてんのになんか増えてくんやけど、ちょっとやめてほしい。そこそこの値段やぞ。もうなんなんや、もう知らん、もう燃え。はい、さっと測ればいいやろ。ゼロにしてさっと測る。ゼロ、はい、さっさっ、5g。ね、5g って結構なんにはよね。ね、これ全部、ね、これ全部使うの本当に。信じられないんやけど。やっぱガバガバなんじゃないかと、ちょっとやっぱ2は思っちゃいますね、あれね。次。次、タイ、あ、タイムじゃん、ディルね、ディル。なんかどっかで嗅いだような、なんやろ、わからん。見た目はね、なんか、ね、見た目はなんか青のりみたいな感じやけど、なんかどっかで嗅いだことあるような匂いやけど思い出せませんね。前はピッとして 5g、 嘘やろ、 5g。 ねえ、これ絶対いらんやん、こんなスパイスさ。 5g って多いって。ねえ、カレー作れるぐらいあるよ、なんか。ねえ、これすごいよ。で、さらに、胡椒も 5g なんだよね。はい。ちょっと待ってよ。ゼロ、ゼロして、素早く。これ、胡椒 5g ってね、マジで、結構な量になるにはよね。しかもこれ、早く入れられないから、誤差るよ、これ。これで 3g。 嘘やろ、もう前回のさ、何作ったっけ、あれもなんかクソ辛かったにはよね。トマトか、トマトスープ。あ、 5g になってるけど多分違う、そんなわけない。疲れたには、もうこの計量もさ、いかれてるからマジで困る。舐めてるやろ、なんで 11g になってんの、そんなに入れてないっちゅうの。もうちゃんと測れないけど、もうこれでええわ、もうね、すごい量ですやっぱり。でも逆にこれ塩は入れないにはね、味付けに塩ないんやけど、塩使わずに魚焼いて美味しいのかしら。で、最後に粉わさびを 5g。 パラ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 。もうこれを完成した魚に振るってなんなんやろうね。パセリの 6g ね。ほい。
はい。余ったパセリは餃子に入れてみるにはかね。はい、これ 6g ね。はい、計量くんがね、行かれてたので若干なんか正しいのはよくわかんないけど、まあスパイスは計量終わりました。それでは早速ね、魚の下ごしらえ行きましょう。コッコー。はい、それではね、まあ内臓を抜きまして、血合いをよく洗いました。で、ここでね、ここに来て、2羽のポカを、最後のポカを発見しました。天板に敷くね、クッキングシート、切らしてました。なので、アルミで焼きます。くっつくかしらね。で、まあ、この3尾 200g 超えてるマスなんやけど、このスパイスはやっぱ多くないって、改めて思いますね。でも、やるしかないんです。再現料理だから。うら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 。これ多いってやっぱ、これなんなの香草焼きとかそういう系のものなの？よくわからんけど。で、まあ、まんべんなくね、つけますよ。もうなんかもう魚なのか、なんかもう鉛筆削りのカスなのかよくわからないけど。ねえ、こんなんある？これ絶対塩で焼いた方がうまいんですけど。あのゲームの舞台はマジでどこなんだ？こんな料理、どういうことなの？それでさ、これぐらいなら全然さ、日本ならオーブンじゃなくてさ、お魚グリルで焼けるんやけどさ、でも料理名がマスのオーブン焼きってなってるからね、オーブンで焼かないとレギュレーション違反がすごいというか料理名変わっちゃうから、まあ、オーブンで焼くんですけどね。はい、このなんかもうすごいことになったけど、磯辺揚げ作るのかなみたいな。そういえば海外ってお魚グリルあるにわかんねえ。もうお魚食べない国とかはあんまないんやろうけど、ね、普通の一般的な、なんかね、欧米とか、どうなんやろ。ある庭でしょうか。まあ、それを置いといて、とりあえず焼きます。焼く時間はね、ゲームの時間には乗っ取りません。ちゃんと焼けないと思うので。それでは、オーブンで焼きます。コッコー。はい。で、まあ、焼き上がったのがこちらになります。どうなんにわかね、そんなね、食欲をそそる、匂いではないというか、やっぱりスパイスってさ、食べ慣れてないというか、嗅ぎ慣れてないから、あんまり食欲に直結しないんだよね、あんまりね。こう、あんまり知らないスパイス系は。で、これに、この粉わさび、ホールラディッシュの乾燥を振りかけるっていうことなんやけど、この粉わさびの意味が本当にわからん。これかけたらどうなるの？パラ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 。パラパラパラ。しかも結構な量やし。これいる？これ。これいります？これ、本当謎なんやけど、なんか粉わさびはあれにはね、あの唐揚げとか作るときに粉にね混ぜたら、衣に混ぜたらなんかいいかもね。これさ、本当なんなのこの料理は。普通に塩焼きで食わせてくれ。これは本当によくこれで星がもらえたな。これ食感も最悪だと思うにはよね、このスパイスたちがさ。まあこれでいいことにしましょう。それではお皿に盛ります。これ3尾も今食べなきゃいけないの？大変ですね。はい。で、こっからの盛り付けも正直よくわからんけどね、いるって感じなのが多いには。パセリを 6g 散らして飾るって感じにはね、まあパラパラっと、パラパラっとね。パセリこんなにいる？いらない気がするには、ゲームだとそんなに存在感なかったのに、現実だと 6g ってすごく多いくない？ねえ、これ、こういうことなの？で、さらに、レモンをくし切りにして、ジュ。酸っぱそう。国産はね、200円ぐらいしたから、アメリカ産の100円ぐらいのにしました。で、これをね、ボンボンボンと乗せていくというね、すごい見た目にはね、これね、大丈夫？はい、これで一応ね、クッキングシミュレーターのマスのオーブン焼き完成なんにはけども、いやー、どうにはこれ、美味しそうな感じしないんやけど、このレモンは絞るの？何なの？このレモンの汁で粉わさびを溶くの？マジ謎。じゃあちょっといただいてみますね。せっかくやし。じゃあまずはレモンかけずに。
ねえ、パリパリないんやけど、これ絶対食感的にスパイス邪魔臭いと思うんよね。あとこの粉わさびがどういうもんなのかには初めて食べるからよくわかんないんだけど、いただきますね。はい。あ、うん。むわ。むわ。やっぱりね、食感は最悪やし、なんか苦味がある。これ何？これ何なの？一体。塩焼きの美味しいマスを返して。これは謎ほんと。あ、うん。なんだこれ、わからん。ちょっとレモンで中和しよう。キャスパ。あ、この苦味は何や、粉わさび。あ、よくわからん。粉わさび別にツンとこないし、ただただこのスパイスが深い。これなんなんには、マジスパイスいらんやろ。塩だけでええわ、こんなん高いだけやん。うん、身だけ食べると素材の味って感じにはね。米返しコーナー。今回これ全部一気に食って腸内細菌殺すってマジ？オーバーキルにはバイトの鏡じゃん。鶏この年でフリーターだけど仕事に対しては真面目くんには雇ってどうぞ。マリオがこれ丸ごと食ってたから皮なんてないんやと思ってた幼少期、ワリオの腸内細菌どうなってるんにわかんねえ。レンチンでやるか瓶で振るかしたら皮むき楽だぞ。はえー、そんな方法があるんにわねえ。なぜそんな時間に動画撮るのって地味に気合いるからずるずる先延ばしにしちゃうんにわよねえ。口臭気にするなら食べる前に牛乳で胃に膜を張るか水を大量に飲んでおピッコと一緒にアリシンを出すとええんやて。はえー、ゆでこぼしはした方がええで。一応再沸騰まではしたにわ。え、くちばしに歯が？かっこ鶏始祖鳥説。鶏は鳥類界のアダムだった？あっちゅ、あっちゅ。全ロス確定。便利よね、サラダスピナーくん。思ってたより水切れるんごね。初めて知った。面白い。小型の手動脱水器みたいなもんにはね。ビニテの上からアルコール消毒しないと、雑菌気にしてる意味ないぞ。素手よりはマシだから。布巾とかでまとめていくつかやった方がいいんじゃね？でも布巾が清潔とは限らないから。100均なら瓶もあったやろがーい。なかったんにはよねそれが。ニンニクも容器もアルコール消毒で。ニンニクも？漬物向けの瓶ならニトリとかに売ってるぞ。ニトリがない、ニトリがない、近場にないよ。いや、どこに行っても瓶くらい。北海道ではないんか、マジで。いや、庭の住んでるところ限定だと思う庭。これ取り出すの大変じゃない？ニンニク浮いてくるから。そうでもなかった庭ね。700円くらいの梅酒作るような大きな瓶でやってもいいかも。瓶に700円も出す解消が庭にはなかった庭。塩分は濃い口より薄口醤油の方が上だぞ。コマ？騙された気分には。一体何が薄いってには。泡は上から霧吹きすると消える。霧吹きって空打ちには？水入れてやるには？ガラス瓶だったらバーナーでいけたんにはけどね。一緒に昆布突っ込んどくと美味しい。でもその昆布も煮沸消毒しなきゃ、かっこ使命感。ここにごま油を加えるとさらに美味しいんだよな、かっこ10勝。油で蓋をするスタイルにはね。室内冷蔵庫やろ君の部屋。便利にはね。肉焼くだけの動画でもそこそこ再生されるだろうに。でもそこまでいい肉でもないし芸がないにはね。その味噌で肉を漬け焼きしたら最高にうまそう。間違いないには。あ、でも焼いたら焦げちゃうかもしれないにはね、味噌が。春だからそろそろやろ。まだ春は来ないには。でこのレモンは一体何に使えばよかったには。酸っぱいし、これ単品で食えって。うんうんうん。あー、酸っぱ。あー、酸っぱいには。まあ、とりあえずパセリはちょっとね、餃子に刻んで入れようかなと思ってたから、こいつらは再利用しましょう。レモンはどうするにわかね。昨日だったらまだ唐揚げがあったからワンチャン絞って使えたんやけど、食べきっちゃったんにはよね。まあなんか考えましょう。はい、ごちそうさまでした。総評としてはね、本当に
もうなんかわざとまずくしたのって感じぐらい悪意を感じる。2話のスパイスチョイスとなんかが間違ってたのだろうか、ちゃんとやったら美味しいのだろうか、全くわからん。今年一番まずかった料理ですね、ここ数年かもしれん。うまい要素が一つもない。酷評です。もう前日とか前々日とかさ、普通にマス塩をつけてね、焼いて食べたら、やっぱ川魚のね、あの美味しい感じがね、あったのに、これなんもないよ、そういうの。なんで？何がいけなかったの？教えて偉い人。そんな感じでした。もう再現やめようかなって思っちゃうにはよね。それでは、バイバイ、にわっちにわっち。前回の動画を宣伝してくれた可愛い子ちゃんたち、クレジット。